2019明治安田生命 J1 リーグ第26節ヴィッセル神戸対松本山雅の一戦です。この試合をノエビアスタジアム神戸からお送りします。さあ14位神戸と17位松本との勝ち点差は5。この両クラブの対戦を残り9試合で迎えています。それでは神戸のスタートと予想フォーメーションをご覧いただきます。松本のスタートと予想フォーメーションです。セルジーニョ、強くプレッシャーをかける。坂野もついていきます。ただ酒井豪徳、入れ替わるか。縦につけたビジャ、得意のゾーンで打つか。3人に囲まれている。シュートだ、決まりました。これが世界のゴールハンター、ダビド・ビジャ。神戸先制、得意なゾーンで見事に決めました。ここね、くさびのボールが入って前を向かせてしまったんですね。ここからはやはり得意な左45度からの巻くシュートですよね。得意のエリアですからね、ゴールへの道が見えてたと思いますね。なるほど。この両チームのデータという意味でも非常に対照的でもありますが、ロングボール1本、古橋が抜けようというところ、いいトラップだ、打つか、ビジャも来ている、打っていった、コーナーに変わります。いいとこ見てましたよね、そうですね、ベルマーレンからのボールですけども、そして今日のコーナーはダビド・ビジャが蹴ります。ベルマーレンはベルギー代表でゴールを決めて帰ってきました。ビジャ、ハイボールですが弾き返す松本、ここでシュートだ。最後山口蛍か、いや西大吾でした。クリアボールね、非常に難しいですよね、ハーフボレー、よく抑えが効いたシュートだったんですけども、さあもう一度松本、どんな攻撃を仕掛けるか。パウリーニョがセンターバックの間に落ちながらのプレー。坂野が呼んでいます。中身が打っていったか、前川が吠えます。お互いに好プレーですね。そうですね、サンペールも上がっています。山口蛍、いい位置でボールをもらって、ここでクロスを上げてくる田中純也の先、ビジャムルトラップからのシュート、素晴らしいシュートなんですけどね、ちょっと枠外れましたね。そうですね、縦につけたサンペール、どうする、そこにプレッシャーにいった、中身奪い取った。さあドリブルしてシュートか、前から弾きました。振ってきますダビド・ビジャ。パス、山口蛍、折り返して田中純也待っていますが、ここでシュートだ。最後またビジャというプレーでした。いや、まあ崩しが素晴らしいですよね。はい、さあここはボールを奪った。坂野が呼んでいる。中身、またぎからシュートか、左足で打った。こぼれ球、セルジーニョが狙っている。どうする、右足打った、正面前からキャッチ。攻めていきます、古橋。ビジャが呼んでいる。シュートだ、降りた、弾く。いいシュートを打ちました古橋。サンペール、浮き球を使って西、さらに浮き球、ヘッドだ。小川慶次郎のゴール、ノエスタが沸騰します。9試合ぶり、今シーズン2ゴール目、サポーターの目の前で決めました。西の動きは巧みでしたよね。横に動いて背後に出ましたよね。はい、小川の非常にこうマークを外す動きも良かったですよね。パウリーニョ、セルジーニョが最前線にいますが、さあそのセルジーニョへのボールカットされたんですが、町田大和振り抜くか、振り抜いた、前川こぼれ球は山口蛍。ベルマーレンこぼれたところセルジーニョ、意地の一発、一瞬ですよね。そうですね。松本が1点を返しました。フリーキック、ヘディングの折り返しですよね。まあ一瞬の隙ですよね。そうですね。永井が呼んで、その永井へのボール競り勝った神戸、ここでホイッスル、2対1、神戸逃げ切りました。ポイント6のゲームを奪ったのはヴィッセル神戸。松本山が最後の最後まで走りましたが、あと一歩及びませんでした。